シルエットクイズはじまりはじまりポカポカあったかい春がやってきましたおや黒い影が出てきましたこれはなんでしょう小鳥かな果物かな ヒントは野原でよく見る黄色いお花です。何かな何かな何かな。なかななかなタンポポ。はいあったり。タンポポさんでした。タンポポさんがうれしい春だよ。 そこにひらひらひら黒い影が飛んできました。これは何でしょうリボンかな飛行機かなヒントはお花が大好きな虫さんです。 なにかななにかななにかか、はい、ち,ち,ちょうちょさんもうれしいはるだよ。 わかる？わからないよね。そうしたら土の中から黒い影が出てきましたよ。芋虫かな？何かな何かな何かな。ヒントはとっても小さいチョコ？ チョコチョコ黒い虫ですアリアリアリだよアリはいあったりアリさんでしたアリさんもフーです ななのか,なみんなわかるうんわからないよねするとまたなにかでてきましたわっはなたばかなブロッコリーかなヒントははるになると ピンクのお花がパーッと咲く木です何かな何かな 歌いましたえさっきから「うれしい」とか「おめでとう」とか言ってるけどいったいになったらどんなうれしいことがあるのかなすると「シュッシュポッポーと」と記者がやってきました。 くみのみなさんは春になったら大きいくみになるんだってねうれしいねみんなおめでとうあそうかうれしい春だよおめでとうって大きいくみになることだったんだねポッポーあ,あ それでいいものを持ってきたよ。ほらほらほら。あや煙でなんだかよくわかりません。何かななにかな何かな,な,にかなと歌っていると風がピュウ。 「お大きくなったよおめでとうのケーキ」でした桜の花が咲く頃にはみんなは一つ大きい組こぐま組になりますよ「おおきくなったよ元気だようれしい春だよ」